はい、ユデクスです。さあ、もう季節のね、食欲の秋になりましたよね。もう秋といえばね、まあ今言ったように本当にね、ご飯が美味しくなったりとか、またね、まあ読書の秋といってね、まあ本を読んだりとか、皆さんそれぞれね、秋のね、過ごし方っていうのはね、あると思います。まあ、食欲の秋ということで、まあ今回食欲の食だね、食べるではなくてね、食っていうことで今回ね、皆さんね、ぜひね、この秋、このね、せっかくのこの食欲の秋ということなんで、これからまたね、多肉植物とね、そういったイベントとか、そういったね、皆さんがね、植物をね、購入できる機会っていうのがまた増える時期になるので、ぜひね、今回はこの食欲の秋にぴったしのこのアロエをね、紹介させていただきたいと思います。まあ、なのでね、今回この、6品種、紹介させていただきますが、アロエにもね、本当にいろいろなね、品種があるので、ぜひね、今日今回この動画を見てちょっと気になった方はね、ぜひネットとか SNS とかでいろいろ調べていただいて、ぜひね、秋のイベントも楽しんでください。それでは今日のスタートです。はい、じゃあ早速ね、紹介をしていきたいと思います。まずね、アロエにはね、まあいろいろな形状があるっていうところがまず一つの特徴であります。で、今回ね、本当今回6品種紹介するんですけど、いろいろなタイプを揃いました。で、まず1品種目がこちらですね。こちらがね、名前が、これね、アクティシマというね、品種になります。このね、もう本当に竜のような、で、そしてね、このロゼット状の葉っぱ。まあ、ロゼット状っていうとね、葉っぱがね、どんどんと、四方に、ね、どんどんこうね、葉っぱが連なっていくことを言うんですが、こういった感じでね、葉っぱの成長点のところからまたね、今どんどん出てきてますが、こういったロゼット状のね、葉っぱがどんどんね、こう連なっています。で、今、カキコもありますが、まあね、こういったね、ロゼット状のタイプの、そして竜のようにグーンとね、上がっていく、このアクティシマって本当にかっこよくて、まあ、いずれね、こう重たくてどんどんこう下に垂れ下がっていくかもしれないですけど、まあね、そういう時とかはね、まあ、何かね、こう縦の棒とかで支えながら、こうね、この竜を保ちながらって感じで、はい。まあ、このタイプね、結構ね、どんどんとゆっくりとですが、成長はね、結構はっきりと目に見えてわかります。まあ、なので、まあ、ワンシーズンだけでも結構ね、ドンと大きくなった感じがあるので、結構ね、アロエをね、初めて育てる方でもね、楽しめるかなという品種になっています。アロエはね、これから6品種また紹介しますが、このね、色を見るのもポイントではあります。はい。そして今ね、色というね、表現をしましたが、まあ、アロエもね、本当にね、実はいろいろな色があります。それがね、単純に本当に緑だったり、ちょっと青っぽい緑だったりとか、まあ、本当にいろいろなね、色があります。まあ、というのもその環境によって変化をしたりとか、ね、そういった皆さんの栽培によって変化するものがあれば、もともとの持っている、ね、そのアロエの、変色のものっていうのもあります。で、今回ね、こちらが、実はね、これね、品種がね、もうハイブリッドになります。まあ、というのも、まあね、まあ、園芸屋さんで言ったら、まあね、ちょっとね、まあ、もう何と何で掛け合わさってるかわかんないということで、ハウスの中でね、もう自然とね、多分交配したのか、もう勝手に出てきて、急にね、こうやって、出てきたんだけど、かっこよかったのでっていうことで、僕もね、ちょっとかっこいいので、ぜひね、購入させてくださいって言って買ったんですけど、まあ、こういったね、ハイブリッドっていうのも、まあ、そのね、それぞれの持っているものの掛け合わさったものなので、またね、そういったハイブリッドっていうのも、こういったね、色の変化であったり、まあ、株色もそうですし、葉の色、これ結構ね、かっこよくて、こういった感じでね、もうゴジラのようなゴツゴツとしたね、こういった葉っぱの形状に、この葉の色はね、真っ赤なんですよね。はい。こういった感じですね。はい。こういった感じで、このね、ハイブリッドっていう以外にもね、こういった色の変化が楽しめるのもアロエの魅力です。はい。そしてね、まあちょっと王道と言っていいのか、やっぱりね、アロエを育て始めて、いろいろとね、調べていくと、ここにたどり着く品種っていうのが、このね、エディナケアという品種です。はい、こちらですね。エディナケア。このね、綺麗な緑の、こういった、ね、アガベのような生え方をしていますが、まあね、こういったね、株の形している中に、葉の色がね、すごく、ポイントとしては真っ白です、実は。
結構ね、ネットとかいろいろとね、SNS とかで見たりとか見ると、結構ね、茶色く変形してるんですけど、それはね、もうほぼね、葉で焼けています。葉焼け。まあ、葉焼けというか、まあ、そうですね、太陽によって焼けているっていうものですね。まあ、なので、まあ、そこもね、人によるのかなと思ってます、このエリナキアっていうのは。結構この白を維持したい場合は、ちょっと遮光を強めにしていただくとか、でもちょっとね、先端先だけでもね、ちょっとこの葉の色をね、ちょっとかっこよく渋く焼けたいなっていう方は、ちょっとね、日が当たるところに置くとかって言って、調整をするっていうのもね、あります。なのでね、こういった、この今、エリナキアとても人気な品種ですが、成長は実はめちゃくちゃゆっくりです。本当にゆっくりです。もうワンシーズンでも、まあ、大きくなったかなっていうぐらいなので、ちょっとね、アロエを育てて、ね、もっと大きさ、成長を楽しみたいっていう方は、ちょっとね、まあ、違う品種がいいのかなと思いますけど、まあ、ゆっくりと、ちょっとね、成長を眺めて、ちょっとかっこいいアロエをね、育ててみたいって方は、ぜひこのエリナキアもおすすめです。はい。そしてね、続いてが、こちらがね、斑入りのアロエになります。こちらの名前ね、実は長いです。こちらがね、まあ、ベルテマリアエっていうね、まあ、ね、名前になります。こういったね、斑入りのタイプっていうのも本当にいろいろあるんですが、葉っぱのね、大きさが大きかったり、こういった感じでちょっと細かったりとか、で、こういったこの模様のついた、ね、この部分っていうのが、これね、点々の部分がね、不規則になっている、ね、タイプが本当に多いです。まあ、なので、このね、不規則なこの模様のついたところをね、すごく楽しむっていうのもありますし、こういったね、まあ、葉裏にもしっかりとついているタイプもあれば、表面だけしっかりしていて、葉裏はちょっと薄かったりとか、本当にね、このね、模様のタイプっていうのも、いろいろな、ね、タイプがあるので、ぜひね、皆さん、このね、ちょっと一風変わった、ちょっとね、アロエを育ててみたいなっていう方は、ぜひね、この模様のタイプをね、探してみてください。ちょっとね、インパクトのあるアロエですが、こちらがね、アクレアーターという品種になります。まあ、先ほどのようにね、どんどんとこういったね、ロゼット状のタイプが最終的にね、大きく展開をしていきます。大きく展開していきます。まだこれはね、しっかり展開しきれてはないんですけど、いずれね、大きくなっていくときに、もう少しね、葉っぱがね、こうちょっと広がってきて、もう少しかっこよくなってくるのかなと思いますが、今これはね、かなり締まっているので、この締まっている感覚もね、かっこいいかなと思います。まあね、このアクレアータもね、ちょっとね、葉の色っていうのが特徴的で、ちょっとね、この、個体は、ちょっと紫っぽい、葉の色をしていたりもします。はい。こういったタイプですね。まあ、なので、ね、ちょっとね、インパクトがあって、ちょっとね、アロエにもね、小型、中型、大型とありますが、ちょっとね、まあ、大型になるタイプとか、中型になるタイプとかっていうのもね、あるので、ぜひね、こういうちょっとね、中型のアクレアータとかも、いずれね、ドカーンと大きくなるので、まあね、まあ、地植えをしない限りで、あと日本で育てている、ね、限りは、そんなに大きくはならないと思うので、まあね、ちょっとまだ、ね、お庭があるよという方とか、ちょっとベランダが広い方とか、で、置き場所に特にね、困らないよって方は、こういった中型とか大型のタイプを選んでみてもいいのかなと思います。はい。そしてちょっと、まあ、ここはね、まあちょっと、まあ難物と言いますか、ちょっとね、アロエの中でも実はね、ちょっと育てるのがちょっと難しいと言われているアロエがあります。まあというのも、ね、こちら、先に紹介させていただくと、こちらがね、サカラヘンシス、ね、SSP のパリダというね、品種になりますが、ちょっと人手のような、ちょっと本当にね、形状も変わってるし、でね、葉っぱがね、めちゃくちゃ薄いです。はい、ペラペラしています。で、こういったね、このね、この今紹介したサカラヘンシスっていうのは、マダガスカルね、原産のアロエっていうのがあります。で、マダガスカル原産のアロエって、大きく分けて3つに分かれてるんですが、まあ、低地と、高地性ってね、まず大きく分けて2つ。で、もう一つが高地湿原の、タイプです。まあ、というのも、高地性ではあるんだけど、湿度が高いところにあるアロエです。で、このサカラヘンシスっていうのはまさにこの高地湿潤の、これね、アロエになります。まあ、なので、結構ね、高地性の育て方とはまたちょっと違う感覚なんですよね。まあ、なので、まあ、風通しはもちろんよくしたいし、でも、水やりもね、ちょっとね、高地性とはちょっと違うのが、乾燥しすぎるのも良くないし、ちょっとね、ジメジメしすぎるのも良くない。でも、どっちかというと、ちょっと湿潤系な、ちょっと潤ってた方が、まあ、
健康的みたいな感じなので、ちょっとね、そこら辺の感覚をつかむまでにちょっと難しいんですけど、今回ね、ちょっとね、この紹介させていただいたのが、アロエっていうのをね、本当にね、いろいろなその、環境とかね、自生地に合わせた環境っていうのもありまして、実際ね、こういったね、ちょっとね、一般的なアロエとはちょっと違うところに自生しているアロエを育てるのも面白いのかなと思っています。ということでね、今回ね、食欲の秋ということで、ね、皆さんに6品種のアロエを紹介させていただきました。まあね、本当にね、アロエっていうのはいろんな形状とか色とかですね、これからね、秋にかけて、本当にね、まだまだ冬に向けての成長期、ではあるので、ぜひこれからもね、イベントにね、皆さんに足を運んだときはぜひね、アロエも手に取ってみてください。はい。今日もね、この動画良かったなと思った方、そしてまだチャンネル登録していない方は、チャンネル登録と、そしてグッドボタン、高評価の方よろしくお願いいたします。それではね、また、お会いしましょう。